チャオあっちゃんです。今日12月の21日、冬至です。ということでね、ご飯食べて、ご飯でね、南京食べて、ゆず湯入ってきて、バッチリ、体調もバッチリ、これで風邪ひかないって言って、毎年5年連続風邪ひいている、年末年始に風邪ひいてるあっちゃんです。4年、5年ぐらい、多分5年ぐらい、風邪ひいてるあっちゃんです。はい、で、今年こそは風邪ひかへんようにね、楽しく言ってでも風邪ひくときは風邪ひくから、はい、何しても風邪ひくときは風邪ひきます。仕方ない、そんなことはもう諦めてんねんけど、そんなんどうでもいいんだけど、そんなことより体調のいいときは美味しくて甘いものを食べたいと思います、ということで、北海道のみーちゃんが送ってくれたロイズのポテトチップスチョコレートオリジナルをいただきたいと思います。ロイズです。ロイズのチョコレート美味しいもんね。では、じゃがいもをそのままスライスしたものを使用しております。この製品は生のじゃがいもをそのまま厚切りしてフライドをしたものを使用しています。そのため割れや型崩れなど違いがありますが、製品の品質には問題ありませんって書いてあります。いただきましょう。ハサミあった。昔俺が使ってた、仲間の人が出てたわ。幼稚園のハサミ。ちゃんと切れてなかった、これ、のポテトチップス、裏はポテト。では、いただきます。お、おいしい。お、食べないと。チョコレートがめっちゃおいしい。この裏側を下の上に乗せて、美味しい。ちょっとね、ポテトチップスの塩しょっぱさとロイズのチョコレートの甘さがすっごい。で、チョコレートがすごいバッツくコーティングされてるから、美味しい。おぉ、角生えてる。さすがちゃん。どう？どう光る？何が？味。え？どう？タキチップス。止まない？うまい。めっちゃ美味しいらしい。タキチップス。ふわふわやね。チョコ持ちだし。前こんな商品なかった。うまい、おいしい。はい、ということで今夜全部食べるのはもったいないから明日に持ち越します。めっちゃおいしかったよ。ありがとうね、みーちゃん。北海道おいしいもんね。ということで、今日のあっちゃんちの食後のデザートはロイズのポテトチップスチョコレートオリジナルでした。ありがとうございました。美味しかったです。またね。バイバイ。